会場の雰囲気をもっと明るくするために、はい、恒例のつかみの挨拶を行っていただきたいと思います、はい、今年つかみの挨拶を行っていただくのは新人選手の登竜門となっていますかね。なんか出てる人がいますよ。誰でしょうか。いただくのは谷口選手と谷選手です。どうぞ前へお越しください。それでは神の挨拶よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。谷口翔吾です。谷松隆です。川崎フロンターレに、入団して約半年が経ちました。その中で、フロンターレの、あるあるを、探し続けてきたんですけど、一つだけありました。それを、山崎雅之さんのワンモアタイム、ワンモアチャンスに乗せて、谷ちゃんと一緒に言いたいと思います。谷ちゃん言わないんだよ、なかなか。川崎あるあるを言いたい、川崎あるあるを言いたい、川崎あるあるを言いたい、川崎あるあるを言いたい。 One more time。 川崎あるあるを言いたい、 One more time。 あるある早く言いたい、川崎あるある、川崎あるあるみたい、川崎あるあるみたい、川崎あるあるみたい。 One more time。 あるある早く言いたい、 One more chance。 あるある早く言いたい、いつでも探してどっかに、川崎あるある、路地裏の窓、向かいのホーム、こんなとこにあるはずもないのに、川崎あるある、今からあるあるを言う、ここ轟きで試合に勝つと中村健吾興奮しがち。どうなの？しがちじゃなくて興奮してるから。しがちじゃないよ。興奮してるよ。いやいや、今年も良かったですね。毎年ね、クオリティ上がってますね。上がってますね。はい、もうみんなクス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 。はい。もうツッコミどころ満載のつかみの挨拶ですね。さあ、それでは改めまして特別協賛エバラ川崎フロンターレ2014ファン感謝で開幕です。まず飲食コーナー A、 田中選手がエバラキーマカレー、稲本選手がイナのイナリ寿司、西部選手が西部の西部劇ハブバイハブ、中澤選手が山田うどん。続いて飲食コーナー B、 安藤選手がアンドゥのハワイアンパンケーキ、アン選手がリョンジュン母の韓国おもに料理、風間監督がフロンターレドリンクステーション、森島選手が柏屋のラーメン焼きそば、金久保選手が金久保かまぼこ、武田社長がとんかつワンコ、中村選手がフロンターレローソン。そして物販 PR コーナーでは井川選手と森谷選手がニコニコ生放送ブース、富山選手が臓器提供移植を考える神奈川の会、竹岡選手がジャックスブース、谷選手が JPB アウェイツアーブース、山越選手がスカファーブース、金藤選手が川崎 FM。 続いてアトラクションコーナー、山本選手
手が巻き巻き正樹のアクセサリー作りコーナー、続いてフィールドコーナー、レナト選手とアウリーノ選手はコーチ陣がトドレキのピッチでサッカー、そしてステージイベントには杉山選手、小林選手、谷口選手、大島選手、福森選手、上里選手、新井選手が登場します。以上が選手、コーチングスタッフ、監督の移動場所となります。なお、ワンカン特別マッチデープログラムにもこちらのマップが記載してありますので、ぜひお買い求めいただきご確認ください。また本日、気温が大変高くなっています。熱中症には十分に気をつけ、塩分を含む水分の補給をこまめに行ってください。また気分が悪くなった際はお近くのスタッフにお声かけください。はい、皆さん今のアナウンスにもありました、気温がかなり高くなっていますので水分補給こまめに行っていただいて、はいはい、さっきちょっと言ったんですけど、ね、お酒飲んでる方はね、水も飲んでください。ドキドキね、お酒だけなのにインターバルも入れて、はい、お水などのあるというものも含めながら飲んでいただいて、無理をしないようにドキドキ日陰で休むなどとしていただいて、まだまだ本館長くですね、長くしょうがですから元気に参加できるように気をつけてください。